そう。だけど、彼女は私自身でもあるの。彼女と私は、双子、だから、彼女は私の、双子の、妹だから。二卵性のソーセージ？マヨと少年が双子の兄弟だっていうのは聞いてたよ。でも一卵性とか二卵性とかそういうのはまだ。うん？どうして当たり前なの？マヨと少年には年の離れた兄弟と同じような才があるわけだから、一卵性の双子とは違ってそれぞれに遺伝した能力っていうのかな、素質っていうのかな、そういうのも全然違うってことなんだよね。きっうんうん。でその前は何の話だったっけ。田中陽一さんは今から17年前にお亡くなりになっています。田中幸恵さんも15年前に他界されたようです。だってお母さんはレミューで働いてるのよ。ついこの間まで一緒に住んでたのよ。ここに侵入することさえできればな。そうすればもっと詳細な内容が全貌がわかるのにな。私のお父さんとお母さんについてなんかわかることはないの？まったくもう使えないやっちゃな。ソラとマヨが悪戦苦闘してた時だって少年はそばでぼんやりと見てただけだったし。あ、そういえばマヨと少年は双子なんだよね。
なのに少年はマヨみたいにコンピューター関係に詳しいわけじゃない。その資質もどうやらありそうもない。これはどうして？わお、バナナバナナ、思い出しまし、キュッ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 、出しまし、キュッ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 、出しまし、キュッ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 、思い出しました。アップルアップルパイナップル、おへ、全然平気だよ。私もこの際だから開き直ることにしたの。うじうじ考えててもしょうがないでしょ。私のことよりも北端の方はどうなの？だって少年の名前北斗なんでしょ？どうして？そんなわがままなこと言ったってダメだよ。君はこれから死ぬまで北斗っていう名前を背負って生きていかなきゃいけないんだから。まあ確かにそれもそうだけど、じゃあ本当に少年のままでいいのね？そんなに北斗っていう名前嫌いなの？名前っていうのは一応その人の看板なわけだから、この社会で生きている以上いつかは必ず名前を必要とする時が訪れるの。例えば契約を交わす時とか、申請を出す時とか、試験の時とか、おまわりにパクられた時とか、なんだかんだ言っても本人かどうかを確認する時には、いわば名前は人間を識別するための記号みたいなものね。なんて言った？今よ、今少年なんて言ったのよ！
いくらパスワードが正しくても認証は降りないってこと。少年が言ったように、もしも私の知ってるお母さんが本当のお母さんじゃないとしたら、彼女の本名は田中幸恵ではないってことになる。ということは正解。それは空に聞いてみればわかるでしょ。少年が言ったように、もしも私の知ってるお母さんが本当のお母さんじゃないとしたら、彼女の本名は田中幸恵ではないってことになる。
ぼっちになっちゃうんだよ。寂しいよ、寂しいよ。一緒、たけぴょん、ココと添い寝してくれるの？
つぐみんが怪我しちゃって、顔の違うもう一人の自分が存在して、そういうこと北斗は全部知ってるんだ。知ってるの。それはどうしてかっていうと、ココには超能力があるからなの。うしし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 、ごまかしてなんかいないもん。本当のことなんだもん。じゃあ逆に聞くけど、北斗はどうしてココのこと知ってるの？一番最初、加減圧室で会った時、北斗はココの名前言ったよね。ふーん。ほいじゃあさ、ピピのことは？北斗、ピピのことだって知ってるはずだよ。そう？おかしいな。は、ピピっていうのはね、ココの飼ってる子猫のことなんだけど。ココが子猫って言ったとき、ビクってしたよね。ビクってしたよね。なんで驚いたりしたの？どうして？北斗、ピピが犬だってこと知ってたんでしょ？だから驚いたんだよね。もうとぼけるのはおしまい。演技するのもおしまい。北斗はココのいる世界を今までずっと見てきたんだ。だから全部知ってるんだ。ティーフブラウウイルス、キュレイウイルス、EBF、ピグマリオン、テラバイトディスク、みんなみんなどっかで聞いたことのある言葉でしょ。ほいからほいから、こんなことも覚えてるよね。マヨちゃんと水深34メートルの海の中から脱出したこと、ナイフと台本効果を使って脱出したこと、忘れちゃったなんて嘘ついちゃダメだよ。絶対覚えてるはずなんだから。ココも北斗と一緒なんだよ。だから北斗の世界のこともココの世界のことも知ってるってわけ。どう？納得した？ココ、北斗の知ってることはみんな知ってるの。しかもね、北斗がまだ知らないことまで分かっちゃったりするんだ。まだ知らないことっていうのは、これから知るであろうことっていう意味だよ。とはいえ、こんな突拍子もないことを急に告げられても、頭の中がぐちゃんぐちゃんになってて理解できないかもしれないね。だけど、必ずいつか分かる時が来るから。だから、もう一度だけ言うけど、絶対に自分に嘘をついちゃ。いい？わかった？はぁ、やれやれ。会いたかったからだよ。待ってたんだ。ずーっとずーっと君が来るのを待ってたんだ。会いたくて会いたくて会いたくて、もう一度どうしても君に会いたくて、たった一人で一人ぼっちで待ってたんだよ。ごめん、もう行かなくちゃ。またしばらく。
くの間お別れだね。ほいじゃ消えちゃう前に一つだけいいこと教えてあげる。っていうかもう気づいてると思うけど、北端が見たあの夢は夢じゃないからね。現実に起こったことだからね。今ここが言ったこと